ゲシタポ、ゲハイメシターツポリザイ、通称、ゲシタポ、は、ナチスドイツ期のプロイセン州警察、あるいはその後ドイツ警察の中にあった、秘密警察部門。ゲハイメシターツポリザイは、秘密国家警察を意味するドイツ語。1939年9月、国家保安本部、警察機構を司るナチス親衛隊の組織に、組み込まれた。1933年に、 黒ロイセン州の秘密警察として、同州内省、ヘルマン・ゲーリングが発足させた。1934年に、新英隊、SS のハインリヒヒムラーとラインハルト・ハイドリヒが、指揮権を握り、1936年に、活動範囲を全ドイツに拡大させた。同年に、保安警察の一部局、さらに1939年には、国家保安本部の大法局に改組された。 第二次世界大戦中には、ドイツ国防軍が占領した、ヨーロッパの広範な地域に活動範囲を広げ、ヨーロッパ中の人々から依附された。その任務はドイツ及び、ドイツが併合、占領したヨーロッパ諸国を蹴る反ナ地派やレジスタンス、スパイなどの摘発、ユダや人狩り及び移送などである。1933年1月30日、国家社会主義ドイツ労働者党。 ナチ党党首アドルフ・ヒトラーがパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領よりドイツ国首相に任命されドイツ国の政権を獲得した。当時のドイツの首都ベルリンは共産主義者の活動の拠点であり赤いベルリンと称されることもあるほどであった。ヒトラーは性的である共産主義者の排除を目論み、副審のヘルマン・ゲーリングをベルリンをシュートとするプロイセン州の内務大臣に任じた。 ドイツでは、バイマル憲法に基づき地方自治が確立され、警察権も中央政府になく、州政府に委ねられている。ゲーリングは早速、警察局長に、新英隊中将、クルトダリューゲを任じるなど警察幹部を、ナチ党の突撃隊員や、新英隊員にすぎ替え、ドイツ社会民主党系のプロイ選手管理を追放するなどして県のナチ化を進めた。2月6日、 ヒンデンブルク大統領は、プロイセンにおける秩序ある、統治関係制定のための大統領令を発令。これは、プロイセン州政府の全権限をゲーリングに移譲する、ものであった。同日、ゲーリングは、プロイセン州警察の政治警察部門、一英科の課長に、プロイセン州内務省高級官僚、ルドルフ・リールス、彼は当時な地党員ではなかったを認じた。この一英科は、 ナチス党政権昭和前のバイマル共和制時代からプロイセン州警察に存在していた秘密警察部署であり、警察は現行法の枠内で行動するというプロイセン警察、思考例第十四条の適用対象外とされている組織だった。共産主義者の仕業とされたドイツ国会議事堂、放火事件の翌日の1933年2月28日に、 国民の権利を大幅に制限する民族及び国家保護のための大統領緊急令が憲法第48条大統領緊急令規定により出された。これにより国民は憲法により保障されていた人権をほとんど剥奪された。この大統領緊急令の中に公共秩序を害する違法行為は強制労働をもって処するという条文があった。強制収容所という言葉や 保護公金という派は出てこないのだが、この大統領緊急令が、反な地等分子を保護公金して強制収容所へ送り込む法的根拠となった。犯罪者として刑務所へ投獄するためには裁判を経る必要があるが、保護公金は潜在的危険分子として一時的に公金することで、あるから裁判を行わず強制収容所へ直行させることができるという利点が、 あった。ゲーリングはこの大統領緊急令の発令後、直ちにドイツ共産党員4000人の保護公金と逮捕を命じた。この命令により3月から4月にかけて2万5000人以上の市民が逮捕されることになったという。ゲーリングは1933年4月10日にフランツ・フォン・パーペン、ドイツ国副首相から譲られてプロイセン州首相となっている。 1933年4月26日付通達で、ゲーリングはプリンツ・アルブレヒト通り8番地にあったホテルを接取すると、ここにプロイセン秘密国家警察局を新設し、プロイセン州の政治警察の一本化を図った。一英化もここに吸収され、その中核となった。これがゲシタッポの原点である。ちなみにゲシタッポという略称は、 郵便局がここのスタンプを作る際、ガストパ、ゲシュタパという郵便略号を使ったのが最初である。この頃は秘密国家警察局、AMT が、ゲシュタパと呼ばれていた。その後いつの間にか秘密警察全体が、ガストポ、ゲシュタポの名で知れ渡るようになったものである。この日に交付された第一ゲシュタポ法は、ゲシュタポを最上位警察とし、その職務は秘匿と,とし、州内省。 ゲーリングにのみ責任を負うと定めていた。同日の内省回覧布告により、各県ごとに秘密国家警察局を補助し、県知事に直属する国家警察部が新設された。秘密国家警察局長、つまりゲシュタポの初代長官には、ルドルフ・ディールスが就任した。2月22日に、プロイセン州内省としてゲーリングが発した補助警察布告により、 突撃隊と新鋭隊隊員が補助警察官として警察の捜査を補助することとなっていたが、4月21日と6月7日の補充規定により、下ュタポに対する補助機能は、新鋭隊のみが担当することとなった。さらに1933年11月30日に、秘密国家警察に関する法、通称第二下手タポ法が交付され、 秘密国家警察局長の上に、ゲシュタポ長官を置き、長官は、州首相、ゲーリングが兼務するとされた。局長のディールスは、ゲシュタポ長官を兼ねることなり、各県の国家警察部は、首相の命令下にある、長官の直接指揮下に置かれることとなった。これによりゲシュタポは、ドイツ国内務省やプロイセン州内務省、各県の指揮下から離れて、ゲシュタポ長官、すなわち、 ゲーリングの個人的指揮下に置かれる形となった。また、この時点で、ゲシタポは行政訴訟の対象にならないとされ、ゲシタポの措置に異議を唱えることは不可能になった。なお1933年9月末には、ルドルフ・ディールスが一時ゲシタポ局長を外され、ベルリン警察副長官に左遷されている。これは、ヒンデンブルク大統領の要請によるものであった。 大統領の下には各方面からゲシタポの無法やディールスの不正行為についての直訴が届いていた。これらの直訴にはドイツ国内省ビルヘルム・フリックと親英隊全国指導者ハイン・リッヒムーが関与していた。フリックはゲーリングがゲシタポの指揮権を自分から独立したものにしようとしていることに腹を立てていた。一方ヒムラーは ゲシタッポの指揮権をゲーリングから奪い取ることを狙っていた。ヒムラーの命を受けた、新英隊隊員が新英隊部隊を率いて、ディールスの自宅を強襲し、彼の共産党との関係や、不正の証拠を手に入れようとした。ディールスは警察を引き連れて急行し、パッケブッブュを逮捕したが、ゲーリングは彼を釈放させ、さらに、ディールスの自宅に、ゲーリングの警察が捜査を行い、 身に危険を感じたディールスは、チェコスロバキアのカール・スバートに身を隠した。ゲーリングが公認として、ゲシタポ局長及び投官に据えたのは、アルトナ警察署長、パウル・ヒンクラーである。しかしヒンクラーは、アルコール中毒者で気候が多く、ゲーリングも10月末には解任せざるを得なくなった。この後、ディールスが呼び戻されて再度ゲシタポ局長に任命された。ただしディールスは、 1933年6月22日には、州警察局長、クルトダリューゲに対し、原則的に将来秘密国家警察局の執行理は、SS、新衛隊から採用されるべきでしょうという進言を行っており、新衛隊に迎合する動きも見せていた。ナチ党の党警察組織である、新衛隊の全国指導者、ハインリヒヒムラーと新衛隊情報部長官、 ラインハルト・ハイドリヒは、ナチス党政権掌握後、バイエルン州の政治警察を監督していた。ドイツ国内省、ビルヘルム・フリックは、独立傾向のゲーリングと対決するための実力を求めて、親衛隊に接近してきた。フリックは、1933年11月から1934年1月までに、かけて、ドイツ各州の警察権力をヒムラーに任せていった。 ヒムラーの指揮下に入っていないのは、プロイセン州とシャウムブルクリッペ州の警察だけとなった。1934年1月30日のドイツ国際権に関する法により、州の諸公権は国家へ移行し、5月1日には国家の内務省とプロイセン州の内務省が合併された。これ以降プロイセン警察の初期定が各州に適用される事態が徐々に増加していった。 フリックと親衛隊からの圧力が強まる中の1934年4月20日、ゲーリングはゲシタポ長官代理とゲシタポ長官にハインリヒヒムラーを任じた。これをもって実質的なゲシタポの指揮権をヒムラーに引き渡すこととなった。ゲーリングは1935年11月20日までゲシタポ長官の座に留まったが形式的な存在であった。さらにディールスは ライン県知事に転出となり、4月22日、ラインハルトハイドリヒが、ゲシュタポ局長となった。ゲーリングが、ゲシュタポ式権をヒムラーに譲った理由は、諸説あり定かではない。緻密さが要求される、警察業務に飽きてしまったとも、自らの名声を秘密警察業務で汚したくなかったとも言われ、ゲーリングのライバルであるエルンストレーム以下突撃隊の隊員たちが、 第二革命を唱えて暴走し始めていたので彼らとの対決のために新兵隊と手打ちする必要があったのではないかともいれる。ヒムラーはゲシュタポの実質的な運営をハイドリヒに委ねた。ヒムラーとハイドリヒはバイエルン州ミュンヘンからベルリンのプリンツ・アルプレヒト街のゲシュタポ本部へ移動することとなった。1934年6月末の長いナイフの夜の 突撃隊幹部の粛清では、ハインリヒヒムラーとラインハルト・ハイドリヒが主導的役割を果たしたため、ハイドリヒの指揮下にあるもう一つの組織 SD と共に、ゲユタポは一連の粛清に深く関与することとなった。ゲシタポは粛清リストを作成し、さらにその実行である暗殺や処刑にも参加した。ゲシタポのコマンドは、エーリヒ・クラウゼナーを運輸省内で殺害し、 前首相、クルト・フォン・シュライヒャー大将と、フェルディナント・フォンブレドー少将を殺害した。ハイドリヒは、有能な人材をゲシュタポにかき集めることから始めた。まず、バイエルン州警察時代の部下たち、ハインリヒミュラー、フランツ・ヨーゼフ・フーバー、ヨーゼフ・マイジン・ガーラを、ベルリンのゲシュタポへ招集した。さらに、ベルリンの警察にも目をつけ、ベルリンの刑事警察官、アルトゥール・ネーベを取り立てた。 またハイドリヒは、ドイツ各地から法律家や専門家を集めたが、その中にベルナーベスト博士がいた。さらに1935年初頭に、ゲシタポの機構改革が行われた。各、各を三つの部に統合することとしたのであった。ゲシタポは、一部、行政、司法、二部、政治警察、三部、情報警察の三つの部から構成されることなり、そのうち、 ゲシュタポ全体の統括と二部の統括をハイドリヒ自身が行い、一部と三部をベルナーベストが統括した。ハイドリヒの統括する二部は、マルキシズム担当課、共産主義者や社会主義者の取締り。課長ハインリヒ・ミュラー。反動、非合法活動、教会担当課、キリスト教会や保守の反ナチ運動取締り。課長フランツ・ヨーゼフ・フーバー。NSTP。 打体、175ページ、純血問題担当課、ナチ党内反ヒトラー活動、打体、同性愛、ユダヤ人との交際通り締まり、課長ヨーゼフマイジンガー、など6つの課から構成されていた。1936年2月10日に、第3ゲシュタポ法が制定され、以降、ゲシュタポの職権は、プロイセン州に限らず、全ドイツに及ぶことが定義された。 ただしこの法律交付後もゲシタポは、その正式名称に、プロイ選手を含むドイツ全国を指す、ライヒス、ライヒの、をンサず、ストッツの名称を冠したままであった。またこの法律によりゲシタポは法を超越した存在であることが確認された。すなわち裁判所には、ゲシタポの決定が合法であるかどうかの審査権はなく、 また裁判所で無罪判決を受けたものであってもゲシュタポは逮捕して保護拘禁することが可能となった。1936年9月20日にはゲシュタポ局長が各州の政治警察司令官となることが確認された。1936年6月17日、ヒムラーは内省フリックに家族する全ドイツ警察長官に任じられた。この地位は すべての警察所管事項を干渉するものであったが、内省の指揮下にあるとは明言されていないものであった。六月二十六日、ヒムラーは、州政府の警察権を中央政府に移管させ、政治警察であるゲシタポと、刑事警察、殺人、強盗など凶悪犯罪の捜査に至る、警察機関のクリポを、保安警察、AMT セチャーハイツポリゼイ、略語、シポとして束ね、改めて、 ラインハルト・ハイドリヒに委ねた、なお、秩序警察、オルッポ、オーポ、政治警察でない通常警察は、クルトダ・リューゲに委ねられた。ハイドリヒは、保安警察を、行政、法制局、政治警察局、刑事警察局の3つに分けた。このうち、政治警察局がゲシュタポであった。ハイドリヒは、政治警察局の局長に、ハインリヒ・ミュラーを据えた。 政治警察局、ゲシュタポは、これまで、道理一部、行政、司法、二部、政治警察、三部、情報警察の三つの部から構成された。同じく、ハイドリヒの指揮下にあったナチ党の情報組織、新衛隊情報部とゲシュタポは、職務区分が明確でなかったため、反目することがあった。百三十五年の段階で、ゲシュタポ本局の職員の三割が、 SD 隊員であるなど効率であった、プロイ選手全体のゲシタポ隊員のうち SD は9%に満たなかった、新英隊員は全体の20%。1937年7月1日にハイドリヒは、保安警察及び SD 長官、シェフデアセチャーハイツポリゼイウントデス SD、略称 CSSD 命令を出して、両者の職務領域を区分している。SD は、 党内問題、人種問題、文化問題、教育問題、外国問題、行政問題、フリーメイソンなどを宣誉するとされ、一方ゲシタポは、マルクス主義、移民、国自犯を宣誉とすると定めた。教会、世界観問題、ユダヤ人、過激派、国色戦線、ナチスサ派の夫シストラッサーの文化組織、経済問題、報道問題については共同管轄となった。 SD を情報分析機関とし、ゲシタポを執行機関とするのが、この区分命令の狙いであったと指摘されている。しかし SD の独自行動はやまず、1936年の年末に、アップウェア、ドイツ国防軍防運用部ゲシタポは、権限分割を定めた協定を結んでいたが、SD がゲシタポや艦長に対する監視活動を続け、アップウェアは、SD が、 国防上捨て置けない存在になっていると訴えるほどであった。1938年1月には内務省が定めていた保護抗菌規則が改定された。これにより保護抗勤の権限は下下ポにしかないことが明確に定められた。また保護抗勤の対象は政治的敵対者に限定されず、その行動が民族や国家に危険を及ぼすもの全てに適用される。 こととなった。これによりこれまで予防抗菌によって強制収容所へ入れていた反社会分子をゲシュタポが保護抗菌で強制収容所へ送ることができるようになった。ゲシュタポは強制収容所に収容するものの選定権を有したが収容所そのものの管理権はなかった。これはヒムラーに直属するテオドールアイケ戦時中には リヒャルト・グリックスの指揮にある新衛隊クロ部隊にあった。ハイドリヒは強制収容所の管理権を欲しがり、その種の工作をしていたが、ハイドリヒへの権力集中を恐れていたヒムラーは、最後まで、これを認めなかった。1938年1月から2月に、保安警察は、国防省、ベルナー・フォン・ブロンベルク元帥と、陸軍総司令官、 ベルナーフォン・フリッチュ上級大将の失脚事件、ブロンベルク非免事件に関与した。1938年6月23日には、保安警察の警察官はすべて新衛隊に入隊せねばならない旨の政令が出され、ゲシュタポト等との一体化が進んだ。11月11日には SD が保安警察を支持するため国家の命令に従うという内証布告が行われ、 SD の再編問題が課題となりつつあった。1939年9月27日には、ヒムラーの布告により、国家機関である、保安警察と SD がハイドリヒを長官とする、国家保安本部、新衛隊の組織の下に束ねられた。SD は、同本部の第2局、第3局、内国情報、第6局、外国情報に分割され、ゲシュタポは大法局、 クリポは内部一局に配された。国家機関と党機関の区別はなくなり、ナチ党が国家機関を飲み込んだ方になった。ハイドリヒは公式には国家保安本部長官ではなく、保安警察と SD 長官を名乗った。これは国家と党の両方からの介入を受けないための措置であった。ここに国家、党を上回り、総当のみに直属する執行機関が成立した。 ゲシタポは国家法案本部の一部局となり、ハインリヒ・ミュラー局長のもとに一職員数は約4万5千人に傍聴した1943年の最大規模時。このミュラーはゲシタポ・ミュラーの異名を取るようになった。第二次世界大戦中、一時ドイツはヨーロッパのほぼ全域を占領下に収め、ゲシタポの活動もヨーロッパ中に拡大されることとなった。 戦時中のゲシタポは、ドイツ国内でも、占領地でも保護抗金と強制収容所移送を徹底した。特に1941年6月に独ソ戦が始まると、東ヨーロッパでそれは、顕著となった。並行して、国家保安本部はインザッツグルッペンを組織し、東部戦線で保安的警察措置と称した反体制派やユダヤ人の銃殺活動を行っていた。 第二局局長を務めたフランツ・ジックスは、後に、ユダヤ系住民を、部隊の安全にとって危険な存在とは、思っていなかったと証言しており、実態は、治安活動ではなくジェノサイドの実行であった。1941年12月に、国防軍最高司令部総長、ビルヘルム・カイテル・ケンスイは、夜と、霧と呼ばれる法令の布告を行った。 占領地で危険分子と見られた人物はゲシュタポによって夜と霧の中に消され、その消息は家族には一切通達されない旨が定められた。1942年1月20日にハイドリヒはヨーロッパユダヤ人の絶滅計画を策定するために万税会議を主催した。会議には各省の次官のほか、ハインリヒ・ミューラー新衛隊中将、ゲシュタポ局長や、 アドルフ・アイヒマン新衛隊中佐、ゲシタポユダヤ人加課長など、ゲシタポ幹部が出席した。絶滅政策は1941年代からすでに始まっていたが、この会議がヨーロッパユダヤ人1100万人の滅を初めて公式に取り扱った会議となった。ヨーロッパユダヤ人の絶滅が決定されると、アドルフ・アイヒマンの指揮のもとにヨーロッパ中のユダヤ人が、 列車に詰め込まれて移送され、絶滅収容所や強制収容所へ送り込まれるようになった。1942年6月4日、イギリスの支援を受けた、チェコ人工作員による襲撃、エンスラポイド作戦を受けたハイドリヒがその時の負傷が原因で死去した。新英隊とゲシタポは報復として、リリツェレジャー機ソ村の壊滅を含めた、チェコ人虐殺を行っている。 1943年1月からは、オーストリアナチス出身のエルンストカルテンブルンナーが、大和手、国家法案本部長官となった。戦局が悪化する中、反体制分子の監視を強める、必要性が強まり、ゲシュタポの権力は肥大化し、ヒムラーですらゲシュタポの影に悩まされることになった。著名なロケット技術者のベルナー・フォン・ブラウンが、無断で、 友人ロケット開発の資金繰りをしているという情報をつかみ、ゲシュタポアカレーを逮捕し、処刑しようとしたが、ヒトラーの仲介により取り留めになっている。その際、ヒトラーは、フォン・ブラウンに、私でも説得するのに苦労したよと言ったという。一方で、ユダヤ系の男性と結婚した女性が、配偶者の解放を求めたでは、女性たちの抗議に屈して、 彼らを解放するという例外的なケースも存在する。1945年5月のベルリン宣言において、ゲシタポは、軍や、親衛隊と共に武装解除を命令された。ニュルンベルク裁判では、ゲシタポは、人道に対する罪で告発された6組織、他に、ナチス指導部、国防軍最高司令部、親衛隊、突撃隊、ヒトラー内閣の一つとなった。 弁護側は、ゲシュタポは通常国にある政治警察と変わらない。ヒムラーが警察長官となっても、各州の警察は何ら影響を受けていないと反論したが、認められず、有罪が宣告された。この認定により1939年9月1日以降に、ゲシュタポ隊員であった者は、犯罪組織成員として扱われ、各種の避難地下法廷にかけられることとなった。 しかし一部の構成員は、その経験や能力を買われ、第二次大戦後の東西領ドイツの警察機構に、残る者、東側諸国ではシュタージ島、西側では BND、CIA 等の構成員となり、中東や南米では治安機関の育成に当たった。ゲシュタポ局長だったミュラーは姿を消し、現在まで行方不明である。プリンツアルプレヒト街にあったシタポ本部は、 1945年2月の空襲と同年4月のベルリン市街戦で廃墟となった。ベルリン分断後にはベルリンの壁が建てられ40年近くそのままであった。ドイツ再統一後の1990年代に聖地、テロのトポグラフィーというオープンエアの博物館となった。ドイツ国内や占領地域においてナチスドイツの暴力装置として機能し普通の人たちに紛れて、 夜と、霧と呼ばれる深夜から夜明けにかけての予期せぬ、突然の逮捕、厳しい尋問や残酷な拷問、劣悪な待遇や拘禁などで知られ、ヨーロッパ中を震え上がらせた。これは、人材の配分が、武装親衛隊、国防軍、警察の順になっていたため、下下ポに回ってくるのが、社会的不適格者が多かったのが原因とも、言われている。 ゲシタポヨ員インは、その身なりも黒い街灯や手袋、黒メガネなどを用いて、人々に不吉な印象を与え、恐怖心を煽るためにやや芝居がかった、茶番劇のような手法を取った。さらに祖母を、野蛮さ、気まぐれな振る舞い、怠け癖、皮肉な態度や、時には欺慢的な恩恵を支え示して、思いのままに被疑者を調べ上げる権限を行使した。そのような彼らに対して、 ドイツ国民は諦めの気持ちで従順に従った。個人で抵抗するにはあまりにも危険な組織であった。また、国外に逃亡したとしても、ゲシタポの目からは逃れられなかった。ゲシタポ構成員は世界各国のドイツ大使館に派遣され、海外に亡命したハンナチスのドイツ人やユダヤ人の監視、敵の任務に当たっていた。国家法案本部第法局、ゲシタポ。 消したぽは、先輩機関であるクリポと同様な階級性を採用した。文献に、しばしば引用される階級は、太文字で表記する。14部時代の秘密警察部に所属していたのはわずか14名だった。ビールスの局長就任時には40名に増加し、1935年には、本局勤務だけで600名を超えていた。 1939年10月頃には、ゲシュタポ全体で2万名を数え、うち3000人が SD 単位であった。どのような制服を着用するかは、ほぼ毎年変更、改定が加えられたため一概に言えないが、新衛隊保安部とほぼ同じだった。違う点は、カフタイトルをつけていないという点と、SD スリーブダイヤモンドに銀色の縁取りをつけているところだ。 ベースとなる制服は1932年から1938年までは1932年型勤務服、通称黒服以降は1938年型勤務服だが、1942年にヒムラーから国家保安本部勤務のものは SS 隊員、非 SS 隊員にかかわらず1932年型勤務服の着用は認めないと着用禁止令を 出されるほどだったのでまだ黒服を着用しているものが多いか。エリショについては、右襟がブランクのものでこれも SD のものと共通である。検証は SD、保安警察では1931年から1938年まで一般 SS 用のもので以降は陸軍型のものに変わった。これは黒大布は廃止されその上にグリーン大布のものだった。つまり SD、 保安警察将校の場合は、警察将校と同じものだった。1941年8月には、武装親衛隊と同様となり黒大布の上に、グリーン大布のものとなった。しかしこれは、武装親衛隊の山岳兵下や、総甲偵察兵下と混同するので1942年5月に、再び警察型に変更されたがこれ、へえ。 歌手間のみが対象だったので将校は変更はなかった。したがって、出動要請をされる保安警察は歌手間、兵クラスで構成され、さらには SD は大方が将校だったので変更されたのは、下下ポとこと警察で構成された現場の保安警察のみということになる。このように、下下ポとその他の親衛隊機関、特に SD の見た目での区別を非常にわかりくくする。 ことにより、すぐに、下下ポタンインとわからないようにする目的があった。しかし、制服を着るか私服を着るかは、個人の自己判断のため制服着用を義務付けられることはなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。